サイゼリヤさんに夕飯食べにやってきました。家族はお約束の白ワインのデカンタ、これ安いですよね。250ミリで200円、込み200円ですからね。で、私はドリンクバーですね。これも安いですよ。コーラにレモン入れて爽やかに飲みたいと思います。そしてまずやってきたのはこちらです。こちらが、ほうれん草のソテー。これ税込みで200円で、これもうね、毎回言ってますけど、ただみたいなもんですよね。ほうれん草にベーコン入って美味しく味付けされて200円ですからね。そしてこちらが、新メニューの、アスパラガスのオンサラダ。これも安いんですよ。税込み300円ですね。取れたてのアスパラを加工して、で、チーズ、粉チーズかかってるんですよね。これも美味しそうですよね。そしてこちらが、ガーリックトーストですね。焼きたてで熱々、外カリで中もっちりしてるんですよ。これもね、とっても美味しいんですよね。それでは早速、いただきます。まずは、ほうれん草のソテー、こちらですね。これオリーブオイルでソテーしてあって、でベーコンがね、そこそこね、分厚いベーコン入ってるんですよ。こんな感じのベーコンですね。これがいい感じのね、塩味ついて美味しいんですよ。これ税込み200円、もうね、ただみたいなもんですよね。しかも熱々なんですよね。これとっても美味しいです。そしてこれが、これアスパラガスのオンサラダ。これね、取れたてのアスパラガスを加工して茹でられてね、オリーブオイルにチーズかかってるんですよ。これがね、ポキポキして美味しいんですよね。アスパラガス本来の味もしますね。これとっても面白いでおすすめです。そしてやってきたのがこちらですね。アサリたっぷり入ったスープ入り塩味ボンゴレです。このスープですよ。スープね、たっぷり入ってるんですよ。まあ、スープもたっぷりですけど、アサリもたっぷり入ってるんですよ。後で数えますけど、このアサリがプリップリで美味しいんですよね。このね、アサリだしビンビンに出たスープを吸ったこのパスタがね、茹で上げでプチプチ弾けて美味しいんですよね。これね、ほんと美味しいですよ。これが455円はもうね、コスパ抜群すぎですね。このアサリだしがビンビンに出たこのスープがね、ほんとね、コクがビンビンなんですよね。これほんととっても美味しいですね。これが税込み500円はやばいですよね。で、このね、アサリがね、プニプニしてるんですよね。これこのアサリ、そんなかなか救えないですけど、これがね、プニプニで最高に美味しいんですよね。いやもうね、で、スープを吸ったパスタがまた美味しいと、で、プニプニのアサリもまた美味しいんですよね。で、このスープたっぷりの塩味ボンゴレ、これをパスタをね、さっと食べて、でアサリを殻から外してするとね、こんな感じになるんですよ。こんな感じになりました。アサリとスープが残りました。アサリをね、数えたら22個入ってました。22個ってすごいですよね。税込み500円でアサリ22個は多分他じゃ絶対ないですよね。ここに焼きたてのガーリックトーストを手ちぎりで入れるんですね。手でちぎって入れます。この美味しいアサリのスープをこのガーリックトーストに吸わせるんですね。スープたっぷり残ってるんで、それを吸ったガーリックトースト美味しそうですよね。そうそう、黒胡椒が合うんでしょうね。黒胡椒をパラッとやって、そうそう、その前にカリッとポテト来ましたね。ペペロンチーノも来ましたね。それではね、吸わせてる間に、このカリッとポテト、これね、オリーブオイルで揚げてるんじゃなくて焼いてるんですよ。オーブンで焼いてるんですよ。なので結構ね、意外なほどさっぱりしてるんですよ。まあでもね、カリッとした香ばしさがあるんで、これとっても美味しいのでおすすめです。さて、そろそろ染みてきたかな。でもね、このアサリの量ですね、もうね、アサリ22個入ってるんで、もうアサリたっぷりなんですよ。ほんとプニプニして美味しいですね。そしてこのアサリスープを吸ったこのガーリックトースト、これこのしみしみ、半じみですね。下の方がしみて、上の方がまだね、しみてない、この半じみ状態で、これがね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。じゅわっとくるんですよ。で、ガーリックの風味、ガーリックフランスなんで、ガーリックの、風味が効いててね、これ、いや、これはめちゃくちゃ美味しいですね。締めにはもってこいですね。で、このペペロンのピリ辛のパスタをね、ちょっとこれ、つまんでね、この、アサリのスープに入れて、美味しいアサリのスープをなじませて、いただきたいと思います。これですね。ペペロンチーノをアサリのスープに辛みに絡ませて、これですよ。あ、もうね、アサリのいい香り。あ、でもペペロンのニンニクの香りもしますね。これがめちゃくちゃ美味しいですね。うん。ピリ辛なテイストがアサリに合うんですね。まあ、黒胡椒入れましたけど、ちょっとこのアサリのスープにピリ辛が合うんですよね。いや、これも美味しい。で、しみしみのガーリックフランスもこれめちゃくちゃ美味しいですね。もうこのあたりも最高のしみ具合ですね。ああ、じゅわっときて、中ね、まだむぎゅっとして、外がカリッとしてるんですよ。いや、これは本当に美味しいんで、おすすめです。締めにやってきたのはこちらです。焼きチーズミラノフドリア。これ、普通のミラノフドリアより50円アップで350円ですけど、チーズ量半端じゃないんですよ。このヘリのあたりにもチーズいますけど、問題なのはこの、一番上の
このチーズ、このこれですね、これ、ここ、これね、全部チーズなんですよ。まずはこのあたりをね、ほじっとしましょうか。もうこのチーズの量ですよ、このチーズ。でもね、こんなもんじゃないんですよ。これ、ここ全部チーズなんですよ。なのでこれね、ごっそりいくと、これです、このチーズ量。わずか50円で、チーズどっさり乗せて焼いてきてくれるんですね。これがね、熱々で、ほんとめちゃくちゃ美味しいですね。ミラノフードリアからわずか50円アップで、この爆量、このチーズ爆量は、これほんとコスパ抜群だと思います。もうね、熱々でチーズたっぷりで、本当にこれはね、とっても美味しいのでおすすめです。そして締めの甘味はこれですね。シナモンフォカッチャですね。これ、焼きたて熱々のフォカッチャにシナモンシュガーがね、たっぷりかかってるんですよ。で、焼きたてなんでふわふわなんですよね。周りカリカリで中ね、もっちもちなんですよ。これね、ちょっとシナモンたっぷりかけてこれ、いただきますよ。あ、もうね、シナモンのボワーンといい香りしますね。それでは、熱々の焼きたてのシナモンフォカッチャ。いただきます。なかなか難しいんですよ。これ下からいけばいけることか。ちょっと怒っちゃった。これでいいかな。あ、今のでシナモン怒っちゃったけど、まあ、ちょうどいいかな。焼きたて熱々のフォカッチャにシナモンシュガー、これたまんないですね。とっても美味しいですね。なんだろう、パクパク食べれそうなぐらい軽い食感なんですよ。でね、外カリッとして中もちっとしてるんですよね。そこにシナモンシュガーがベストマッチですね。これもとっても美味しいのでおすすめです。ということで、サイゼリヤさんで、コスパ抜群の、夕飯の食べ動画でした。あのね、焼きチーズミラノフードリア、あれ50円アップで、ほんとチーズ爆量なんで、本当にお勧めいたします。それでは、ご覧いただきありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。